念仏城下の阪神大震災で亡くなった人たち、それから尼崎の朝日新聞の小尻さんという方が襲撃事件で亡くなりました。そのご冥福と、それから列車事故で亡くなった人たち、それから今度東北の地震にで亡くなった人たちの供養です。
膝の半月は両方あって、この間3月の末に自転車でお風呂に行くときに転んじゃって、こっちのあの左足のこの半月板のところで受け身のあれって多分筋が入ってると思います。それで今日どんぐらい1台も本当は調子出ていたんですけど、足が痛くて腰が痛くて、それが椎間板ヘルニアにどんなことがあっても治して、そして関西公演はここが一番最後の88歳の5年先の88歳まで頑張ります。どうもありがとうございました。珍しく公園で遅れることは今までなかったんですけど、ちょうど出かけに膝の関節のところが痛くて痛くて、で
ひびが入ってるし、半月板の方も同じ29年経つんですけど、やっぱり膝の、故障で思いって今日踊ることはできなかったんですけど、最後まで踊りを捨てないで踊らなくては、やっぱり応援してくださる人、それから震災で亡くなった人たちに申し訳ないと思って今日ございます。ありがとう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 ございます。どうもご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。まだ頑張れお願いしますよ、うん、はい、頑張ってくださいね。新幹線ひねりやつね、これが痛くて腰のね、そして半月板を両膝、29年前に手術して、3月の今年の末に自転車でお風呂に行くときに転んじゃったら、左に真ん中って真っ暗で、それで膝の手術したところあてがね、思い切りぶつけちゃって、で関西公園、大阪人作られたらあと無理だなと思ってたけど、こっちの人から、どんなことがあっても踊ってくださいって言われて、その一言で元気が出て、ただ面白いのは、そのこういうことってめったにないもんですから、その間どういうふうに踊りでつないでいくかって特急の場面が結構あったんですよ。だあ、こういうふうにしてとにかく音楽が鳴ってる間は、皆さんも集中して見てくださってる間は踊りを途中でしてることはしちゃダメだって言ってて、もうダメかなってすごく両側で最初座ってこうやって痛くて痛くて、その時皆さんが真剣になって見てくださってるから、とにかく念仏ジョンガラまで踊り切るんだったら元気出てきました。でもこんなことってほとんど ないもんですから、やっぱり初めてのところっていうのは間がついちゃって、結構踊りに入ってても上がるんですよ。上がったら上がりっぱなしで踊っていけばいいんだと、それを無理して直そうとしたり、かっこいい姿を見せようとしたらダメなんだなって、それ踊りながら分かって、それで阪神大震災で亡くなった人たちとか東海地震で亡くなった人たちも、なんか励ましの声がね、戦場の方か天の方から、今日お天気がいいし、ギリアクさん頑張りなさいよって言ってるようで、これは負けちゃいられないで、気仙沼 は阪神大震災のあった年と去年と2カ所だけど、今年は今度東京に帰って、今月中にかまた気仙沼行って、今度助かった人たちで店を持ったり、バラックの、そして夜になったら畳むのか知らないけど、そうしたいだと思います。私昔気仙沼にあるんですよ。その時に小学校の生徒さんみたいな人が10円玉で、あれは300円だかいくらだかあったんですよ。だから見せた子供さん方みんな乾杯してくださったんです。だから今度行ったら、その頃僕の踊りを見てくださった人たちが大きくなって、また踊りを見てもらいたいなと思うから、そのためには今日この関西公演の締めをとにかく踊りしてないでやったので、もうこれ以上地獄で落ちることがあるもないから、気持ちを大事にしっかり持って、もしも正座して踊れなかったら別な振りを考えて、今日大変でした、どういうふうに動いていいか両側でご座の上で座ったはいいけど、孫ついてたけど、みんな大人の人が真剣で僕の方に見てたから、エネルギーもらいました、皆さんの、途中でもうダメかなと思ったんですけど、ギアかまがさが絶対踊りはしてません。やっぱり精魂込めてこれからも祈りの踊りの気持ちを日本全国、まだ行ってないのは原爆で広島行ったんですけど、長崎行ってないので、長崎の亡くなった人たちにも供養の舞をしてこようと思います。どうも皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。お嬢に間もつきましたね。あのね、みんなも今までスムースにこうやってるんですよ。そうした音楽は鳴ってるのに、ここは何の動きだったのかって振り忘れてね、そういう時はもうあの気持ちをあの踊りに託して訴え、あの踊ればいいんだと。うまく踊ろうとするからダメで、命がけで踊っていけばやっぱり何か応援してくれてる皆さんの気持ちが見えてきます。あの僕ここ大好きなんですよ。大体ここで雨降ったことはないんですよ。ちょうどこれくらいの気温がちょうど良くて、この青葉にみんな日が差ってくると、あ、最後のあの関西公演の締めをここで踊るんだな。今日みたいな踊り初めてです。だからあと1年間ありますね。その間にあの膝の方から腰の方からみんなあのきちんと見てもらって、多分あの砕けてると思いますから、うん、前にあの半月板の他にその先生にあのテイカンバヒレニをやったらペースメーカーつけてるから、あの注射で効くような薬は打てないって言われて、で今日もあのだいぶあのフラフラになったけど、ここのこれが半月板でね、 あれあの心臓をよく知るためのあれでしたからね、ここだけは打たないようにね、あれしてなんとか頑張りました。ありがとうございました。やっぱり踊りしてないでね、ホテルから出てくるとき、今日久しぶりで初めてあの45年、3年ですか、踊ってきて、途中で踊り投げたことは一回もないです。だから今日不安でした、ね、念仏で一回一回即興の部分ってあるんですよ。でも念仏やってあそこまで行ったときに今度書いてくるのがくたびれちゃって、でも調子が出てくるから、あ、本当は本殿まで行きたかったけど、そこまで行って、そうするとあの神社にお参りした、それから亡くなった人たちにも供養の参りした感じがしましたので、僕はあの港町ですから神戸が大好きなんです。函館もあの神戸とはまた違った意味の港町のいろんな雰囲気もありますから、そして横浜もあのやりましたけど、これからも頑張ってやります。どうもありがとうございました。どうもありがとう。